会社が倒産しましまた、うん、あの勤めてる人が自分の会社が倒産するとねなんか途方に暮れちゃうと思うんですけどもまあ経営者もね会社が倒産したっていうよりも倒産手続きと決断するわけですからそれなりに喪失感あるんですよでも経営者のたくましいところはあのああ会社倒産したかダメになったか次どんな会社しようかなってなるんですよ <laughs>。それほどまでにだから大事件で考えてないんですよね。 うんだからそれはその経営母体を作る方なのか経営母体に乗っかるためにあっちこっちの経営母体をこう、ね、探し続けているのかっていう立場の違いがかなりあってですねうんだから何でも自分でやる人ってのはそれが壊れてもまた何か立ち直っていくんですけども自分で構築をしたりとかできなかったらいや本当に何かはしご外されたみたいな感じで。 会社は俺を使うだけ使って放り出しやがってとかになるんですけども放り出されるあなたは何者だったんですかっていうことは反対側では考えないといけないかなと思うんですよまあ誰しもね利益を出してくれる人を無限にクビにはしないんですよでもこれだけ長年会社に勤めて貢献しちゃったのにっていう人ほど貢献してない人はいないんですよねだって貢献してたらその人を雇った方が会社なりにメリットがあったら残すわけですからね営利集団ですからでいてもらうよりもいなくなった方が あの会社が状態良くなるなるると思うからその決断を取るだけであってねこう聞くと無慈悲なように思いますけどもいやこの現実から目をそらすからうんなんかなかなか答えが出ないんじゃないですかそれこそこの現実が分かっていても取りく島ががないいっていうのが世の世常ですよ誰も自分のために骨を折ってくれないと骨を折ってくれる人がいるとしたらお人よしか詐欺師でしょうねだからやっぱ自力で動かないとうん 自がないといけないいいとけですよね,やっぱね当たり前のことですけどね、うん、まあだけどそれができない人がどうするんですかみたいなね、まあ、そういうふうな声も上がってくるんで,、うん、でそれができない人はできないだけでしょうみたいなところでねなんか無理やりどっかに働いてる活躍を取らせて給料を上げるってそんなことを容認する会社なんてないですからね、うんうん、だからビジネスをしようと思うお金を稼ごうと思うんだったら やっぱりそれなりのことをしないといけないのかなっていうのは動かし難いですね。ただやっぱ人を雇うのって吉田さん嫌ですよね。家賃を払うのとか。んか人件費と家賃がなかったら利益取るのほどなんで簡単なんですよ。まあ、つまり雇用を増やすってことは経営者が嫌な思いするんですよ。雇用を増やすっていう発想はね。むしろ雇用を減らしてるところなんだと。3人で働いてくるを2人に減らしてあとは機械にしたんだからみたいなね。<laughs> 私も今パソコン使ってますけどもパソコンがなかったら昔ながら たくさんの人を雇っていいたと思いますよ。人を雇っちゃうと売り上げ自体を大きくしないといけないしねそうなったらあのやっぱりね100万200万毎月扱える経営者の方と1000万2000万受け付ける方と奥の単位でも扱える人とそれこそ差ができちゃうんですよねだからなるべく経費っていうのは抑えることでしょう。ゼロがいいですよ 特にこれからビジネスを始めてる方っていうのは、あの経費のかかんないビジネスからやった方がいいと思いますよね。あるんで、そういうのは。いってらっしゃい。